一言お祈りいたします愛する天のお父様、あなたの尊い皆をあがめて賛美いたします。主が私たちと共にいてくださり、私たちを愛し、私たちに限りない恵みをいつも与えてくださることをありがとうございます。あなたの恵みは決して尽きることはなく、朝ごとに新しい恵みであります。主よ根性も あなたは御言葉をもって私たちを祝福し、私たちをさらにイエス・キリストの二姿へと導いてくださることを感謝いたします。どうぞ今日の御言葉も主ご自身がお語りくださり、また <coughs>、イエス・キリストの恵みを一人一人がしっかりと味わうことができるように憐れんでください。このしもべをどうぞ十字架の陰に隠してくださり、 ご自身の栄光だけを表してくださいますようにお願いいたします。一切を見てに委ね、尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。あめ。き、はいえー、今日は「信仰と希望は神にかかっている」というテーマになっております。信仰と希望は神にかかっているということですね。 あのペテロの手紙、ずっと読ませていただいておりますけれども、えー、ペテロは、試練の中にある信徒たち、彼らがイエス・キリストを信じる信仰によって、永遠の命を与えられ、生きる希望を持つようにされているということを、まず再確認いたしました。そして、どんな試練があっても、あなた方は失われることがない永遠の命をすでにいただいています。 また、天に宝が積まれています。イエス・キリストの再臨の時、それらがあなた方に与えられます。ですから、決して失望するんではないですよ。喜んでいなさい。喜び踊りなさい。そのように励ましていました。今日はこの信仰と希望、彼らにペテロがずっと語っていたこの信仰と希望は、神様にかかっているんだということ。このテーマで、 ペテロががたちに希望がある、そのように力強く語る理由ですね、なぜそんなことを言えるんだろうかな、そのことを私たちも学んで、そして私たちも信仰と希望をしっかりと持って、今、まだ出口がなかなか見えないような困難な時代ではありますけどね、その時代を乗り越えていきたいと願っております。では、もう一度聖書を読みいたしますね。 13節ですからあなた方は心を引き締め身を慎みイエス・キリストの現れの時あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。 従順な子どもとなり以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わずあなた方を召してくださった聖なる方に倣ってあなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるからあなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を 父と呼んでいるのならあなた方が地上にしばらくとどまっている間の時を恐れかしこんで過ごしなさい。はい、以上ですペテロはこのようにして困難の中にある兄弟姉妹に対してイエス・キリストの救いの恵みを覚えてイエス・キリストの再臨をひたすら待ち望みなさいと命じています。 イエス様は地上に再臨されるとどうなるのか、えー、このことを、ね、しっかりと押さえておきましょうねイエス様が地上に再臨されるときそうするとイエス様はこの地上で千年の間王となられます千年王国と呼ばれるんですね、えー、ちなみにイエス様が再臨される前その前に空中再臨というものがあるとこのように テサロニケビテの手紙で教えられております。その時に信徒たちは引き上げられるその時この地上にいる信徒たちは引き上げられますですので地上には信者が誰もいなくなる状態ですですからその時ねあのこの地上ではたくさんの人口が減ると思います減ります 確実にね、信者がごっそりといなくなりますからね、ですから、えー、教会に来ても誰もいないという状態になるわけです、でそれでねあの、教会に来て、あ、今日誰も来てないなとか言って、えー、いうふうになっていたら、ちょっと気をつけた方がいいですね、特に牧師がね、あ、今日誰も来ませんねなんか言い出したらね、非常に危険な <laughs> 状態かなと思いますね、えー。信者はみんな天に引き上げられるそして 地上に信者が誰もいなくなった後、大観覧時代がやってきますそして大観覧時代の終わりイスラエルの民ですねイスラエルの民なかなかイエス・キリストを信じることはできなかったそんな人たちがたくさんあります彼らの中でもその大観覧時代の中で信仰を持つ人イエス・キリストこそ救い主だということを信じる人が何人か出てくるわけですしかしその観覧はずっと続き そして最後に最後にイエス様が再臨されますそして、えー、この地上に、えー、千年王国を築きそこで救われた人たち大歓難罪を乗り越えた人たちを、えー、ちゃんとその千年王国に招いてくれるということになっております、えー、千年の間イエス様がこの地上で王となられるということがあります で千年も経ちますと、さすがに、えー、この地上でももう一度、罪を犯す人たちが現れてきます。イエス様が再臨されたとき、すべての人々、罪を犯していた人々は裁かれるんですが、やはり人間にはね、原罪というものがあります。千年王国の中でもだんだんとこう罪を犯す人が出てくる、そしてその人たちがまた逆らうようになるわけです。そそして最後に、に、のように えー、イエス様に反抗する勢力それがまた最後の戦いを挑むそれがよくいわれるハルマゲドンといわれるその戦いですねその戦いがありますそしてその戦いの結果すべ、えー、ての悪の勢力ですね悪魔に従う者たちは滅ぼされるというふうになりますそしてその後ハルマゲドンの戦いを経て 神天神地が現れます長いですね <laughs> 長いですなかなか先は長いんですけども新天神地がそこで現れますその新天神地にはもうすでに天に召されている神徒とそして地上に残されていたその時に地上に残されていた神徒全員みんながその新天神地に招かれて永遠の時を 神様のご愛のうちに過ごすことが約束されています。それこそ救いの完成という時です。もはや苦しむこともない、えー、病もない、叫びもない、そのような時代となるわけです。そのような素晴らしい約束があるんですけれども、イエス・キリストへの信仰のために迫害されていると、 この世と調子を合わせた方が楽に生きることができるんではないかなと思うことがあります。しかし、それは神様から遠く離れる生き方です。そのように、この世は信徒に対して試練を与えて、信仰を持つ前のように神様に背を向けさせて、そして、 お前の好きなように生きればいいんだよ。て言ってね、あの欲望に従って生きるように誘惑します。しかし、ペテロはこの誘惑に陥らないように、心を引き締めて身を慎むように命じています。ここで、えー、心を引き締めるというふうに書かれていましたね。ちょっと確認しましょうね。13節ですね。 ですから、あなた方は心を引き締め身を慎み、イエス・キリストの現れの時、あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。ということです。はい、心を引き締めってあるんですが、これはあの心というと、皆さんね、あの感情みたいな、えー、そちらの方を、ね、想像しやすいんですが、しかしこれは感情というよりも知力です。 考え,ること考えること、そしてねあの厳密に訳すと、これ、腰というふうに訳されています。知力の腰、何の腰でしょうというあの、訳してて非常に困るなというところですね。知力の腰、でユダヤ人にとって腰というのはあの聖書読んでてありますよね。あの誰それの腰に まだいるときというふうに言われたりしてあのこの命の源みたいな感じがありますですから知力の源ですよね考えることの,この一番根本そこをしっかりと引き締めるということが命じられているんだなということがここでわかりますですからペテロは彼らの信仰が一体何に基づいているのかそして あなた方は何を信頼しているのかということを再確認するわけです。なんとなく気分で信仰しているんじゃない。あなた方ははっきりと福音を聞き、それは真理であると自分たちで確かめ、そして私はイエス・キリストに従うと、そのようにはっきり決めた。イエス・キリストを愛すると決めたのではないか。 そのことをまず再確認させたわけです。そして、えー、身を慎みってある、これもなかなか分かりづらいですね。これはあの冷静になりなさいということです。冷静になりなさい。冷静になって、彼らが信じていることをちゃんと思い起こしなさい。そして、誘惑に陥らないで正しく判断するように命じているんです。 の正しい判断ってね、一体何かっていうと、聖なる者として行動するということです。聖なる者として。イエス・キリストを信じた信徒。その人は、もはや罪の奴隷ではありません。神様の子供です。また、この世のものでもありません。聖なる者です。この真理を忘れないで。 聖霊様の助けをいただいて、御言葉に従順に従って、聖なる者として生きるように命じています。イエス・キリストを信じた人はすでに聖なる者です。ですが、これで聖なる者となりなさいってありますが、これはあらゆる行動においてです。その人存在、その人の存在はすでに聖なる者です。ですが、 行いは時々俗なる行いが出る。罪を犯してしまうこともあります。ですから、すべての行いにおいて、あらゆる行いにおいて、聖なる行いをしなさい。聖なるものとして行動しなさい。決して誘惑に陥ってはならない。試練の中で様々な誘惑があるけれども、この世と調子を合わせて罪を犯すようなことをしてはいけません。 ということをここでペテロは教えているんですね。そして、えー、試練の中にあるとやってしまいがちなことがあります。それはどうしても苦しくなってくると自分は何も間違ってないのに自分のことを責めるあいつらはなんて悪いやつなんだというふうになってくる。 そんなことを往々にしてあります。自分は悪くないのに、あいつらが悪い。そのように、人を裁きやすくなってしまいます。しかし、そのような時こそ、父なる神様が公平な裁きをなさるお方だということを思い出すことです。裁きは公平なる父なる神様がなさることです。ですから、 あなた方は試練の中で決して人を裁くようなことをしてはいけません。隣人への愛を忘れないで父なる神様を恐れかしこみなさいと命じています。そして18節からですね、18節からお読みいたします。 ご承知のようにあなた方が不祖伝来の虚なしい生き方からあがない出されたのは銀や金のような朽ちるものにはよらず傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い地によったのです。キリストは世の始まる前から知られていましたがこの終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。あなた方は、 死者の中からこのキリストをよみがえらせて彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々ですこのようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのですペテロは 兄弟姉妹がこの試練の中でも罪の誘惑に打ち勝って聖なる神様に倣って聖なる者となるようにそのように命じているのは「信とはイエス様が十字架で流してくださった血潮という代価によってこの世から贖がなわれ神様の子供にされているからです」「この真理があるからこそあなた方は聖なる者として行動しなさい」 そのように命じているわけです。あの神道の中でもやはりねあの、なかなか罪の生活から抜け出せない人もたくさんあります。失敗することもたくさんあります。ですから、自分はいつまでもああ、罪人だ、罪人だって思ってしまうことあるかもしれません。しかし、しっかりと覚えていただきたいのは、どれだけ罪を犯したとしても、失敗をしたとしても、 イエス・キリストを信じた人はすでに聖なるものであるということです。もはや罪人ではありません。イエス様がその十字架で流してくださった血潮という代価によってすでに贖がなわれている。この真理は決して変わることはありません。それでも人間ですから失敗することはいっぱいあります。 そういう人を罪人というんでしょうか聖書はそのようには言いません。パウロもペテロも、人たちみんな手紙を書くとき、どこそこの教会の罪人どもへというふうに書きはしません。生徒たちへというふうに書きます。すべて生徒です。罪を犯すけれども生徒です。失敗するけれども生徒です。 その行いは時々間違うかもしれません。しかし、神様の子供であることには変わりはありません。だからこそ、ペテロはこの世の誘惑に陥らないで、えー、聖なる者となりなさいというふうに、このように言う,言うわけですね。イエス様は世の始まる前から存在しておられたお方。そして、以前から、 預言者たちによってその存在が明らかにされていました。ですが、彼らが救いに預かって、試練に打ち勝って、天の御国に外旋するために、終わりの時である今、この信徒たちのために現れてくださったんだということを教えていますね。信徒たちは、このキリストの十字架の贖がないと復活を信じる信仰によって救いをいただいて、 希望を持つことができますペテルは彼らが試練の中でも神様がどのようなお方であるのかまた自分たちが信じたイエス・キリストとはどのようなお方なのかまたどのような約束が与えられているのかということを順序立ててちゃんと説明してそして このようにして、あなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。そのように力強く宣言しています。こうして、ペテロがたくさんの命令をしました。励ましをしました。ですが、これは私たちにとっても与えられた命令、また励ましであるというふうに受け取るとき、 こうすするのは難ししいいいかもしれないなと思います試練の中で喜びなさい喜び踊りなさいと言われても難しいなと思うかもしれませんねあの実際のところ私も阪神・淡路大震災の時それを思い出しますけれどももう震災直後はもうめちゃめちゃですまだ、えー、夜が明けきる前ですからまだ薄暗い中ですその中でもね、えー 外へ出ましたけれどもひどいものですね、あの周りの家が倒れているのは自分が行こうとしていたさっきの通りがビルで塞がってますからね、えー、隣の家が崩れたのかな、家が崩れて道が塞がれていましたから、これはえらいことになったなっ、大変なことになった、それで違う道から通ろうとしたら自分のバイクがそこら辺に転がってるんですよね、ああ、もうバイク終わったとかね、いろいろと思いながら。えー 走っていきましたけれどもまだ薄暗い間はよく分かりませんでしたですがだんだん明るくなるにつれてあちこちで家が倒れてるわもう火が上がってるわで大変なことになっていたわけですそのような神戸の町、また、えー、写真を教えてくれた先生がいたんですけどもその先生と一緒にね、すぐにカメラを持って撮影に出ましたけれどももうめちゃめちゃですね めめちゃめちゃゃです。神戸の三宮辺りまでも歩いて行きましたけれども、本当に、えー、悲しみしかないですね、もう恐怖と悲しみです。とても喜ぶことなんかできません、喜びなさいって、この時御言葉聞いていたとしても、とっても無理です、えー、常に喜べって、よく言われていた御言葉で、いい言葉だなと思っていましたけれども、無理でしたね。 はっっきり言って無理です。どんな時でも喜べって言われてこの神戸の状況を見てこの街を見てそしてあちこちで救出作業が続いている夜中を見て喜ぶことはとてもできないな、えー、そんなことを経験しましたそして、えー、しばらくして少し落ち着いてからですね今度はどうやって生きていったらいいのかこれは大変なことになった 普段の生活は絶対にできないぞで。食べ物とか飲み物どうするんだ水は出ませんしね、えー、そのような状況ですからどうやって生きているのかそれを考えるのでもう精一杯になっていましたですがしばらくして気づくんですね自分は全く無傷だってあれだけの大変な中にあったのに自分は全く無傷じゃないか そして、ちゃんと生きる術が残されているじゃないか、もうバイクも終わったかなと思ったんですけど、ちゃんとエンジンもかかりました、ちゃんと動くことはできました、ただ、ガソリンスタンドが神戸の市内にありませんので、えー、片道で行って帰ってくる、なんかそれだけのね、えー、十分な余裕のあるところまでしかバイクでは出れません、救援物資をもらいに行くことはできませんけれども。 ななんんとととかかかるるじゃないかっていうことをだんだんと分かってくるわけですそのようにして神様はこのような困難の中でも試練の中でもちゃんと生きるすべを残してくださっているそして助け合うそのような仲間もちゃんと残してくださっているそのことをだんだんと理解していくわけですもちろんうまくいくこといかないこといろいろあります ですが全部が八方塞がりということではない希望があるんだということを分かってきた時にだんだんと「神様感謝します」そのような気持ちも出てきましたそして「神様はこのような大変な事態を許されていますけれども私たちも心を引き締めなければならないんだな」ということをそのように思わされるようになったわけです 今残されている恵み与えられている恵みを喜ぶことができるように少しずつこう変えられていったんですねあの20節の終わりのとこですねこうありますね20節のとこなんですがキリストは世の始まる前から知られていましたがこの終わりの時にあなた方のために現れてくださいました あなた方のために現れてくださいました。はい、もちろん、これ第一義的にはこのペテロが手紙を書いている宛先の人たちのこと、その人たちをあなた方と呼んでいます。ですが、これは私たちにも当てはまることです。終わりの時これは <coughs> イエス様の再臨を待つ時ですです。から このペテロが手紙を書いたこの時から今に至るまでずっと変わらず終わりの時というのは続いています。ですからこのあなた方は私たちのことでもあるんだということを受け取ることができます。イエス様が現れてくださった、この世に来てくださったのは皆さんのためです。お一人お一人のためです。 イエス様がこのように来てくださって、十字架で命を捨ててくださり、墓に葬られ、三日目によみがえられたのは、私たちのためです。父なる神様は、私たちに恩命を止めてくださって、私たちのために天の宝をちゃんと備えてくださっています。そして、イエス様がご再臨されるその時、 私たちのために救いを完成させてくださいます。その時にはもはやどんな苦しみもありません。私たちも今、新型コロナウイルスというね、本当に大変な状況、その中で先が見えない暗闇の中にあります。本当にどうなるのかなという不安も多い、その中にはありますけれども、私たちはイエス様を信じたことによって、 失われることはない天の希望を与えられているんだということをもう一度この見言葉から再確認いたしましょう。ですから今日教えられた通りこの世の誘惑に惑わされない。心を引き締めて冷静に正しい判断をして聖なるものとして行動していきましょう。そして私たちもいつも 信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないでイエス様の再び来てくださる時ご再臨の時を待ち望んでいきたいと願いますお祈りいたしますこのようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのです 天の父様、あなたの皆を賛美いたします。私たちの信仰と希望は天の父様、あなたにかかっています。私たちの希望がこの世の移り変わるものにかかっていたのなら、それはいつ失われてもおかしくありません。しかし、永遠に変わることのない父なる神様、あなたに私たちの希望があります。私たちの信仰があります。私たちは 天のお父様が私たちのために与えてくださったイエス・キリスト、を、一人子イエス・キリストを信じました。私たちの罪のあがないをなしてくださったお方、私たちの救い主であると信じました。そして今、私たちは、たとえ失敗を犯すことがあっても、聖なるものであると、今一度教えてくださいました。 だからこそ私たちはどのような行動をするときもこの世と調子を合わせるのではなく聖なるものとして行動することができるようにどうぞ私たちを助けてくださいこの世の誘惑は巧みに私たちを神様から引き離そうとしますしかし聖霊様は私たちの助け主である精霊様は私たちに真理を示してくださりそして 私たちを罪から守ってくださるお方です。主よ、どうぞ私たちを全ての悪から守り、あなたが望んでおられる命と祝福の道へ、どうぞ私たちを導いてください。この終わりの時、一人一人が信仰を失うことはなく、希望を失うことはなく、イエス・キリストから目を離すことなく、過ごしていくことができますように、助けてください。 今日の御言葉の恵みを感謝し、尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。ではしばらくご一緒にお祈りいたしましょう。